はい、皆さんこんにちは。魔法を信じる会です。おそらくですね、この魔法を信じる会、日本で撮るのがラストになると思います。まあ、もういろいろね、話したいことがたくさんありまして、私はですね、実は27日、これ収録時はね、前日なんですけど、だからもうちょっと後ね、もう終わってますに、実はバーでマジックをやるんです。どこのバーかというと、それはちょっと世田谷大臣と言うてっちじゃなくて、祖師ヶ谷大蔵、はい、近いですね、そうですね。祖師ヶ谷大蔵にあります、モデラートというところで、キャッスルのバーマジックを再現という形で、やってくるんですよ。で、帰ってからアメリカで10月の15日から、やっぱり WC フィールドバーでバーの出演があります。でね、クオーレというところに行ってきまして、りょうくんの、クローズアップを見たり、コールさんのステージを見たりもしました。これはクライアントと一緒にね、出てって、やっぱりクライアントすごく仲のいい、私の後輩みたいなやつですね。そんな話も含めて、今回は、やっぱりバーマジックについて語りましょう。それではよろしく、魔法を信じる会。で、バーマジックっていうのの進化もありましてね、基本的にバーマジックっていうと、今はちゃんと確立されて文化にもなりました。ただ、その昔はどうかっていうと、簡単に言うと、アメリカとかいろんなところ、バー、ね、日本は違うんですよ。日本は後からマジックバーっていうのができましたけど、もともとはバーで、バーテンダーがお酒を飲んでる時の退屈で、例えばね、パズルをマッチ棒で作ってみせたりとか、バーテンダーってのは知識の豊富な、もう代表です。その中で、ちょっとカードを出して鮮やかにマジックを見せたりとか、そういうのが主流だったんですね。それがマジックキャッスルっていうのにもバーがありまして、WC フィールドという役者さんがいて、映画俳優ですかね、その人がなんか映画の時に使ったバーのシステムがあって、その、ロケの場所にバーを作って、週末になるとそこでやるんです。で、もちろんこのバーマジックってのは正直言いまして、自分が出てるからっていうわけではないんですよ。力のある人間でないと出す、できないんです。で、まず回数が多い。で、お客さんはいつも留まってるわけではないです。だから、それをお客さんをいい調子で、次のショーまでの間見せてあげたりとか。でもね、そういうことをやってるうちに、出てるのが、テリー・ランスフォードとかポップ・ハイデンとかダ・キーソン。で、僕ですね。結局、力のあるやつしか出なくなったんですよ。出れなくなったの。っていうのは、お酒を飲ませなきゃいけないし、ね、ちゃんとした開始時間があるわけでもないから、お客さんが来るかどうかわかんない。で、そのうちに、ポロポロだったのが、だんだんとお客さんがその WC フィールズバーを、目当てに来る人が増えましたんで、それで客席を作りまして、今は総勢そうですね、30人ぐらい、立ち見抜きで25、6人、普通に、座れる椅子を置きましてね、バーでお酒を飲みながらやります。で、重要なのは、バーのお酒の売り上げ。これもやっぱりね、売り上げ上げなきゃダメですね、当然ね。それと同時に、チップ。チップってのは我々がもらうんじゃないんです。バーテンがもらうチップですね。だからチップたくさん稼いであげて、バーテンの帽子の中に入れてあげられるようなショーをすると。で、一日何回ってショー決まってませんから、そのタイミングに合わせてバーマジシャンはいろいろやらなきゃいけないから、これは大変ですね。それがアメリカのバーマジックで、私の場合は基本的に力技、要するにお酒を飲みながらテクニックをたくさん見せまくるとかね、そういう形でやってます。で、最近の日本のバーマジック見たときに、やっぱり僕はね、心くんとかりょうくんのマジック見てね、僕は刺激されることっていうのはあんまりないんですけど、良くなったなと思ったことがありました。もちろん、バーですから、バーの、カウンターの下と上をうまく使い分けることによってやれることがいっぱい増えましたね。僕らはそれはやらないんです、あんまりね。やっぱりガチンコでやってるんで。ただ、その中で、例えばそうだな、ベタという魚を出したりとか、すごく頑張ってて、りょうくんなかなかいい感じでしたね。見てて本当に、素晴らしいなと思った、こともいっぱいありました。そしてね、音楽をうまく使う。ね、その音楽をうまく使うところが非常に今風のいいところでして、りょうくんの、あと、心くんも良くなったな、やっぱりいっぱい見ててね。だからバーを使うからといって、バーだけでなくて音楽を使って照明を使ったりとか、そういうところが日本のスタイルでしょうかね。これアメリカにどう展開するのかわかんないんですけど、あと生き物がやっぱちっちゃいのが出てくるってところで、これは工夫したなと思う。これね、実を言うとね、俺が最初に考えたと言った、いいぐらいのやり方なんだけど、要するにベタですね。このベタを使う、出すと。そういうような形のもとにショーをやってました。だから、工夫してんのかなって感じでしたね。はい。さあ、これでですね、今度アメリカに帰った時にどういう風に自分のあれが変わるか。これはね、当然のことだけど、クオールじゃない、ごめんなさい、また言っちゃう、モデラート、祖師ヶ谷のモデラートでやるショーと、非常にリンクした考え方になると思うんですね。で、モデラートのショーで、実は僕は、アメリカのキャッスルのバーマジックを再現したいというところから始まりました。
ということは逆に言うと、10月15日からの、うん、これはマジあの WC フィーズバーは、それに沿うようなマジックショーになるということですね。で、通常私はもちろんカードから始まります。お客さんに参加してもらうためにカードをよく切ってもらって、そこから、まあ、エースオープナー、キング出したりなんかして、それで、まあ、エースキング入る前にカード当てがいろいろ入ったりかな。うん、そういう形をします。で、まあ、その後ですね、カードを一連の、やりまして、そしてそれからコインに移って、うん、コインからリング。で、リングからまたカードです。で、今年で作った自分のマジックの中で、うん、やっぱり2つあるんですよ、いいのが。気に入ったのは、アブニーというマジックですね。これは、ビートルというね、マジック。ビートルはベストセルフマジックかな。というマジック。俗に言う、田中直樹マジック。これの、新しいバージョンで、実にいいマジックができたんで。それと同時に、コインシデンス。コインシデンスというね、マジックを。咳しちゃいました。くしゃみも出すとどうしようかな。はい、大丈夫。はい。ダメですね。くしゃみと咳はね。うん。そこら辺の新作をどうやって混ぜるかですね。結局、自分の見てくれてるリピーター、うん、これに全部を変えると、ある意味ではやりすぎ、トゥーマッチの場合なんですよ。で、すごくわかりやすく言うと、要するに何かを期待してたところ、うん、それに対してそれが、外れて、それより質の低いマジックが新作として出てしまえばよくないでしょ。だから、どこからかのシーンを新しく見られるようにして、あとは定番をうまく混ぜてあげると。これが大事ですね。うん、そういう意味で、今までやった何かをまず削って何かに変えると。これが一番大事なことかなと思ってますね。うん。で、そんなわけで僕の場合は、今回、アブニーと、あとはニューコインシデンスかな、うん、を出そうと思ってます。それ以外にも、ちょっと裏技いっぱいあるんですけどね、本当のこと言うと、ニューインポッシブルブランクっていうのがあって、これもね、なかなかいいマジックなんですけど、うん。ま、それはね、まだまだこれから先。あとね、裸の王様系。うん。これもね、やっぱり最近日本語でやるとよく出来上がっててね、実にやっぱり感動的な、そういうすごいものになってるんですよ。で、これはレクチャーなんかでもずっと、この日本の時やったんですけど、それで、まあ、要するに話、話をどう聞かせるか、そのトークの中で相手を感動させるマジック。やっぱり、マジックの中には全部同じテンポでやっちゃうけど、ただすごいすごいすごいじゃなくて、なんだろう、一人で最初から最後までやるってもんじゃないんですよね。マジックショーだっていろんな人間がやるじゃないですか。その時に同じテンポでガン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 やっちゃダメだし、じっくり聞かせるマジックも必要だし。だから、一シーンとしてやります。ただ、今僕らがバーで一人でやる場合は、自分の中であらゆるそのヒストリーも何も含めて、日本語、英語問わずにやろうと思ってますね。うん、これが大事でしょうね。さあ、まあそんなことでね、とにかく今年、夏、ずっと日本に過ごしましたけど、やっぱりすごく重要だなと思うことがありました。うん、やっぱりテクニックは裏切らないってこと。うん。だから、自分の魅力っていうのは、絶対的不思議なメンタル、これあるでしょ？皆さん考えてください、私の魅力をね。ものすごく不思議なことやります。だからプロマーシャンって言うと、柳沢のマジックはちょっと、なんか違うんですよね、って言われる。で、いや、マジックなのか、超能力なのか。で、僕らにとっては、同じもんだろうという形の考え方で、手法を見せ方が違う、または原理の使い方が違うだけなんですけど、やっぱりそこの部分が私の魅力の一個。それと圧倒的なテクニック、これ大事ですね。60歳になりましたけど、テクニックの方はまだ衰えてません。ある意味じゃ上手くなってるのもあると思います。だからそこを考えた時に、若い頃にいかに力が入りすぎてたか、力が抜けた時から上手になってるっていうね、そんなとこも含めて、あ、まだまだできるんだなということとともに、ちょっと頑張れるかなと思ってます。うん、まあ一夏、本当に2ヶ月、だから6月の31日、7月の1日か、から、移動してこちらに来まして、8月の、31日、本当に2ヶ月ですよ。ね、いろいろやりました。そしてここでもう一つ、自分が、次の自分の人生に対してどうしていくかってことを考えて、やっぱ成長していかなきゃいけません。で、帰って、まあ、生涯美優ちゃん、みっちゃんってありました。その次は僕ですね。その前に習得になったのかな。まあ、日本人まだまだ頑張ってるってことで、この後、メキシコに行きますよ。ね、メキシコも含めてちょっとみんなで頑張って考えたいなと思ってます。まあいろいろあるけど、うん、でもいい日本だったかな、ね、うん、まあ、大使館のとこでおまわりさんに捕まって大変なことがあったりもしました。これも話してもしょうがないですけど、これはまたの機会にね、マジックを使った処世術、マジックを使ってどうやっておまわりさんを切り抜けるかとか、本当あるんですよね。税関の中に持ち込んじゃいけないものを持ち込む方法とか、そんなことは覚えちゃいけませんけどね。まあそういう形でやってきたこといっぱいありました。うん、この夏総決算です。で、9月に入りますとアメリカに戻りまして、アメリカでまたマジックの話いっぱい実況中継も含めて行ってみたいと思いますので、皆さんもですね、本当にアメリカに来る機会を作って、実際のマジックキャッスル、本当ご案内しますので、で、やっぱり思考のマジックの世界を楽しんでいただきたいと。全部本物ですから。やっぱり僕らが違うこと、私が本物ってのは、私は自分のやるマジックは私のオリジナルです。ね。心
個です。だからオリジナルというのは買ってもいいし何でもいいんだけど、オリジナルのルーティンに仕上げることとか、自分なりの手順、人の真似ではなくていいものをやってほしいということを日本のマジシャンたちに皆さん伝えて、この日本の、マジックのお話を終わりにしたいと思います。はい、来週本当に、アメリカに帰れるんでしょうか。とりあえずこの後ね、アメリカからの放送よろしく。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。